サンクトペテルブルク条約は1762年5月5日、プロイセン王国とロシア帝国の間で締結された7年戦争の講和条約。条約はプロイセン王フリードリヒ2世を崇拝していたピョートル3世の即位後に結ばれ、このブランデンブルクの奇跡でフリードリヒ2世はオーストリアとザクセンとの戦闘に集中できた。条約はロシア宰相ミハイル・ボロンツォフとプロイセン代表ヴィルヘルム・ベルンハルト・フォンデア・ゴルツが署名した。ロシアはスウェーデンとの和平交渉の仲介を約束し、さらにロシア軍の前線領地をプロイセンに返還した。フリードリヒ2世は和約に狂気してレデウムや祝宴を命じたという。敵が一国減った上、ピョートル3世が対オーストリアの援軍18000を約束したからだという。後のフベルトゥスブルク条約により、プロイセン、オーストリア、ザクセンの和平も成立した。条約の内容はほぼ現状維持であったが、プロイセンの大国化を象徴した結果となった。ただ、ロシア国内では、前線領地をプロイセンに返還した、ピョートル3世の過度なプロイセンびいきへの反発から、クーデターが起こり、皇后、エカチェリーナ・アレクシェーブナが、エカチェリーナ2世として即位したが、プロイセンとの同盟関係は堅持されたため、条約締結から2年後、両国は防衛同盟を成立させた。ありがとうございます。